どうも、チョロです。ポケドラ PVP の動画を上げております。今回ですね、チャーリム、グライガー、ランタンっていうパーティーでスーパーリーグ潜っていこうと思います。で、1戦目なんですが、相手がブリガロンですね。まあ、これは、出しがちなのかな。どうなんだろう。微妙なラインではありますね。相手が張ってくるようであれば、負けちゃうような気がするんですけれども、ただ、なんだろう、カウンター込みの冷凍パンチって結構持っていけると思うので、シールラーダー取れるんじゃないかな。多分そういった対面だと思いますね。で、こちらはハードプラント一発ならやられないんで受けていって、で、こっち、冷凍パンチ打っていくんですけれども、相手はこれ張らないと大ダメージの上にカウンターで持っていかれちゃうと思うので、まあ、張ってくると思うんですよ。うん。で、まあ、そんな感じでシルラール取っていくって感じですかね。だけど、まあ、そのまま突っ込んでいって、で、こちらの冷凍パンチと同時に相手のハードプラントが溜まるんですけれども、まあ、交代消してきましたね。で、出てきたポケモンが、カメックスかな。なんかカメックスって書いてあった気がするので、まあ、カメックスであれば、まあ、ランタン合わせていけば勝った。戦えるんで、まあ、ランタン投げていってって感じですかね。うん、で、まあ、このタイミングまで相手こちらに通る技は、ロケット頭突きぐらいしかないんじゃないかな。まあ、ロケット頭突きしかね、多分入らないと思うんですけれども、まあ、この感じだったら溜まってないですね、ロケット頭突きは。うん。回数的に多分足りてないと思うので、まあ、それかハイドロカノンだと思うんですよ。うん。なので、ま、受けていって、で、ハイドロカノンダメージがこの程度であれば、もう一発食らっても全然大丈夫ですね。なので、そのまま戦っていって、で、相手がこれハイドロカノンってくるんですけれども、まあ、それは受けていって、こちらはスパークだけでね、倒させてもらうって感じにしようかなと思います。で、溜めた波乗りを裏の、あいつ、なんだ、ブリガロンに打っていけば、シールロを持っていけるんじゃないかな。シールロか対面っていうところをね、まあ、多分攻められると思いますね。まあ、もちろんこっちもシールロ1枚使わなきゃいけなくなると思うんですけれども、まあ、でも十分だと思います。だから相手がここで、なんすか、ハードプラント打ってくるんですが、これは貼って OK ですね。貼れば、波乗り2発打てるんで、多分波乗り2発でギリギリ落ちるぐらいの HP になってんじゃないかな。どうだろう。とりあえず一発入れてみて様子を見ていきたいところなんですけれども、いけるかな。いけそうな、なんか微妙なラインではありますね。でも一発波乗り打っていって、これで相手が張ってくるか張ってこないかなんですけれども、張らなければ倒せるんじゃないかな。あ、ギリ残りましたね。で、まあ、この状態だったら帰ってくると思ったので、こちらチャーリム投げていって、で、出てきたのがヌオーでしたね。うん、まあ、これ悪くないんじゃないですかね。ヌオー相手に、グライガーは割と強気に出ていけるはずなんで、うん。なので、まあ、ほぼ勝ち確って言っていいと思います。うん。だけどね、まあ、ここにはグライガーを投げていくことになるんですけれども、まあ、ストーイッチがどれぐらい入るかっていうとこですかね。まあ、確定に取られてなければ勝ちは確定だと思うんですけれども、どうだろうな。うん。とりあえずね、相手のマットショットとドロ爆弾は、まあ、ダメージソースにならないんで、こちらのツバメ返しがどれぐらい入るか見てみて、まあ、こっちも確定には取れてないと思うんですけれども、まあ、でも、うん、ツバメ、翼で打つのダメージとマットショットのダメージ列だったら、まあ、こっちが圧倒的に有利なんで、うん、まあ、押し切れると思いますね。だけど相手がストイッチ言ってくるんですが、とりあえず食らってみて、ダメージ感覚を、まあ、見ていこうと思うんですけれども、これだったらいけますね。確定には取られてないんで、うん、マットショットはダメージソースにならないですし、シールドも残ってるんでね。まあ、戦えると思います。で、逆に相手はもう張ってこないとまずいんじゃないかな。だけど相手が張ってきて、で、ここらで交代時間が来るので、まあ、ランタン投げておけば、まあ、相手としてはゲージ吐かないとね、波乗り打たれちゃってね、まあ、氷ゲージを吐かすことができて、で、あとは、グライガーで詰めていって勝ちですかね。まあ、多分途中で交代消してくると思うんですけれども、まあ、交代消させちゃっても全然 OK ですね、この HP だったら。うん、相手の、あいつなんだ、ブリガロンがゲージ溜まってないですし、まあ、これおそらく、まあ、ストイッチでもドロバカなのはどっちでもいいんですけれども、まあ、受けて、あ、張りましたね。うん、まあ、いいのか張っても、うん、まあ、ストイッチだったら痛いから一応張ったのか。で、相手が交代消してきたんですが、まあ、この後ストイッチ食らってもやられないんで、まあ、これはもう勝ち確ですね。つばめ返し打ってしまえば、脳に勝ち切れるんで、うん。まあ、OK だと思います。だから相手がここでストイッチを打ってくるかな。打ってきましたね。うん。まあ、でもさっきのダメージ感覚だったら、まあ、全然耐えられるんで、まあ、同発もね、つばめ返しを打っていって、まあ、それでとどめって感じですかね。うん。まあ、これは、どうだろうな。まあ、初手出しがち、とは言わないけれども、まあ、有利な感じだったかな。うん。まあ、でもしっかり勝ち切れてよかったですね。対戦ありがとうございました。うん、今日このパーティー使ってみて思ったんですけれども、普通にスーパーリーグで勝ちに行くんだったら、なんかこのパーティーでいい気がしますね。まあ、私は動画上げてるんで、いろいろ使おうと思ってるんですけれども、うん、まあ、でも、安定感もありましたね、このパーティーは。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がグランブルで、まあ、出し負けていたので、グライガー投げていったんですけれども、引き裂きがトリテプスということで、まあ、これ悪くないですね。うん、どうなんだろう、ストイッチ食らうと、まあ、ダメージ結構入ると思うんですけれども、うん、まあ、でもこっちの方が回転が早いですし、シールドハリハリ勝負していけば、タイミング返せるんじゃないかな。だけど穴を掘るって言って、で、まあ、これ入ったので、まあ、いけるんですけれども、とはいえやっぱ硬いですね。20弱点ついてて、まあ、このダメージってね、うん、まあ、さすがですよね。で、逆にこちらストイッチ食らうと、その後の打ち落とすでやられちゃう
ちゃいそうなんで、まあ、タイミング返したいんでね、しっかりシールを貼っていって、で、相手の次の技が飛んでくる前に、穴を掘るっていって、まあ、貼らなければこれで倒せますし、貼ったら貼ったで、また溜めて塗っていくことで、まあ、十分戦えると思うので、まあ、OK だと思います。で、相手がシールラード取ってきましたね。で、出てきたポケモンが、なんだ、グランブル、戻ってきたんですけれども、まあ、とりあえず穴を掘るまで溜めて、つまみ返し打っていくんですけれども、貼ってくるんじゃないですかね。穴を掘りたいんで。うん。まあ、実際貼ってきて、で、この後なんですが、穴を掘るまでは溜められないかな。あ、溜められましたね。これだったら打てばよかったかな。うん、ちょっと失敗しましたね。まあ、つまめ返し、うん、まあ、倒せないと思うんですけれども、うん。まあ、これちょっと失敗だったかな。うん、溜まらないかなと思ってね、打っちゃったんですけれども、うん。まあ、ギリ溜まったか。で、まあ、ここに、あれですね、チャーレム投げると、まあ、きついんで、まあ、ランタン投げていって、で、おそらく紙砕くを打ってくると思うんですよ。インファだったらちょっとあれなんですけれども、とはいえシールド取っとかないとまずそうなんで、まあ、インファでも耐えますしね、まあ、受けていって、で、紙砕くで、相手が引いてきた引き先が、なんだ、何でしたか。マッキョですね。まあ、マッキョっていうことで、まあ、チャーリーも合わせておくが OK ですね。こちらは別に、あれかな。放電2発でもやられないかな。逆に相手は冷凍パンチでも大ダメージですし、もうランタン大事にしていく形でいけるんじゃないかなと思います。しかも打ってきてるのが、マットショットなんで、うん、それだったらね、なんすかね、通常技のダメージも、まあ、電気ショックよりはね、低くなると思うので、うん、なので、まあ、悪くないかなと思います。あ、相手諦めましたね。対戦ありがとうございました。やっぱりこうやってやってると、チャーリームってめちゃめちゃ強いポケモンですよね。もうスーパーリーグで、うん、まあ、ダントツって言ってもいいぐらいなんか強い気がしますね。もちろんね、苦手なポケモンもいるんですけれども、うん、まあ、それでもうまく攻撃駆使すればね、こんな感じで勝てるんで、やっぱり化け物だなと思います。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がチルタリスですね。まあ、この対面は、どうなんだろうな。まあ、ゴッドバードが弱体化したんで、まあ、そのおかげで有利になったって言っても過言じゃないと思うんですよね。まあ、とりあえず冷凍パンチ打っていって、まあ、様子を見ていきたいんですけれども、まあ、相手も一発は食らえるので受けてきて、逆にこっちは食らえないんでね、まあ、シールを張ることになるんですが、ただま、回転遅くなってる分、こっちが結構有利に立ち回れてますよね。相手がシールを張らなければの話なんですけれども、うん。で、ま、そのまま突っ込んでいって、で、まあ、ゴッドバードが遅くなった分ね、さらに起点作ることができるんで、ちょっと起点作りながらね、まあ、冷凍パンチここで打っていくんですけれども、張ってくるのかな、シールラードを取りに来るのかな、どっちなんだろう。あ、張ってこなかったですね。シールラードか。うん。ってことは裏に自信があるのかな。で、出てきたポケモンがアローラキューコンということで、まあ、ここ下手に交代で追っかけてもね、なんか、ま、いろいろされちゃいそうなんで、もう普通にね、まあ、チャーレムで突っ込んでいって、うん。で、まあ、最高キネスに匂わせながらやっていけば、張ってくるんじゃないかな。そうですね、張ってきましたね。うん。で、まあ、ここには、まあ、ランタン合わせていって、まあ、ウェザーボール食らえないんでね、投げていくんですけれども、相手は何打ってくるかな。まあ、おそらくサイコショックだと思うんですけれども、まあ、サイコショックってね、大した技じゃないですし、しかもタイプフィッチなんでね、まあ、ランタンの耐久力は全然受けられるんで受けていって、で、まあ、様子を見ていきたいんですけれども、まあ、とりあえず波乗りを打っていって、まあ、これで相手が張ってくるか、張ってこないかなんですが、張ってくるんじゃないかな。順番まで溜めたんでね、張ってくると思うんですけれども、うん、張ってきましたね。で、この後はこっちの方が、先に打てると思うので、まあ、10万打っていっちゃっていいかな。そうですね、10万間に合いましたね。相手もギリギリのラインだったと思うんですけれども、溜まってたのかな、どうなんだろう。うん、どうだったんだろうな。まあいいや、とりあえず10万打っていって、まあこれで突破できるので、まああとはラストを見ていくことになるんですけれども、まあグライガー通ってればって話なんですが、まあ出てきたのはラグラージュだったので、これいけますね。グライガーって水技、まあ弱点なんですけれども、ハイドロカーの一発じゃやられないんですよね。でもちろん地震もヘドロウェーブもね、今一つにすることができるんで、うん、こちらはもう回転力に物を言わせてシールラードを駆使してね、戦っていけば、まあ勝ちは確定ですかね。だけど相手がここでハイドロカナンってくるんですけれども、まあハイドロカナンが5454の回転に対して、こちらのツバメ返しとね、まあ、なんだ、穴を掘るは、その5454の足すよりも全然早く打ってるんで、まあ勝ちは確定ですかね。というわけでここで相手がハイドロカノン打ってくるんですが、まあこれ張ってしまえば、次に相手がハイドロカノン打つためには3発ぐらい必要なのかな。ちょっと数えてなかったんですけれども、うん、まあどちらにしろこちらのね、穴を掘るが炸裂するんで、まあこの HP だったらね、もう耐えられないんで、こちらも勝ちですかね。こうやって見るとグライガーって、ラグラージュ相手もタイミングとかシールドの枚数によっては全然戦えますね。対戦ありがとうございました。本当今シーズンはグライガーとのお付き合いはずっと続きそうですね。まあ自分が使ってもそうですし、まあ相手が使ってくる可能性も高いですし、うん、まあ本当にバケモンみたいなポケモンなんで、あれですね、安心できますね。で、まあ次の対戦なんですが、相手マリルリレー出し負けたんで、まあ出し負けから出し負けのね、投げ方だったんですけれども、相手が引いてきてくれて、引き先がキリン力ということで、これ悪くないんじゃないですかね。キリン力、しかも、これあれかな、二度蹴り、体当たりか。体当たり、ぽいんで、だったら押せる気がしますね。
うん、まあ、体当たりって、まあ、意外と溜まるの遅いんでね、まあ、最高ハング食らったらどうかなって感じはあるんですけども、対面返してしまえば普通に戦いそうな気がするんで、うん、いけますね。ランタンがあれですもんね、マリルには圧倒的有利なんで、まあ、腰いろいろハリハリでもいいんで対面返しちゃっていいのかなって気がします。だけど相手がここで最高ハングなり何なり打ってくると思うんですけれども、あ、打ってきた草分けですね。草分け打ってくるんだ。最高ハングの方が良かったような気がするんですけれども、うん、どうなんだろうな、うん、次の相手の技間に合わないですよね。うん、だけど倒させてもらって、で、まあ、シールル11で対面返せたら OK ですね。うん、で相手は何に投げてくるのかなって感じなんですが、おそらくマリルリが出てくるんじゃないかな。うん、そうですね、やっぱマリルリ出てきましたね。で、まあ、そこには穴を掘るって言ったんですけれども、ちゃんと CCT やった方が良かったですね。うん、まあたまにやっちゃうんですよね、こういうの。うん、で、まあ、穴を掘るって言って、まあでもさすがに硬いっすね、マリルリは。うん、穴を掘るで確定には取れてないんでね、うん、まあさすがの耐久力だなと思います。とはいえね、もう対面返したんで、まあ、ここにランタンアスっていけば、まあ、ジャルつくぐらいしかね通る技ないんで、まああとはラスト次第って感じになるんですけれども、まあ、チャーリムが通ってればって話ですかね。うん、まあでも悪くないんじゃないですかね。HP 残量的にも対面的にもシールド枚数的にも有利取れたんで、まあ普通に押していけるかなと思います。だから相手がここでジャルついてくるんですが、まあ、シールド取っときたいんで、まあ、受けていって、こちら起点作り気味やっていっちゃっていいかな。うん、もう起点作り気味やっていって、で、100まで貯めたらもう波乗りでトロムを刺していくって形で OK だと思います。倒せるかな？どうだろう？マリルリ硬いんで意外に耐えそうな気がしないでもないんですけれども、シールド貼ってくんのかな？まあ、貼ってきたら貼ってきたら全然 OK なんですが、あ、倒せましたね。で、ラストなんですけれども、出てきたポケモンが、なんだ？ちゃんと見てなかったんですが、毒草のような気がするんですけれども、どうだろう、毒草だったらちょっとめんどくさいなって。あ、毒草ですね。不思議花か。まあ、でも OK でしょう。まあ、レッドパンチ一発入れてしまえば OK かな。逆にこっちはハードプラント一発食らってもやられないんで、うん、受けていって、で、相手はハードプラント2発打たなきゃいけないんでね。まあ、その間にレッドパンチ2発打てれば、まあ、倒しきれると思います。だけどね、まあ、突っ込んでいって、で、まあ、665か。665の回転なんで、まあ、それを意識して戦っていけば、うん、いけますね。だけども冷凍パンチ打っていって、まあ、相手これ張らないと飛ぶんで、まあ、張ってくるんですけれども、まあ、この後の冷凍パンチがね、相手の、次のハードプラントより先に打てるんで、まあ、勝ちは確定だと思います。だけども、ここで冷凍パンチ打っていって、で、相手としてはあれですね、ゲージ溜めなきゃランタンの相手にもね、戦わなきゃいけないんで、まあ、溜めてたんですが、まあ、打てなかったですね。うん、対戦ありがとうございました。うん、ランタンもね、結構ね、やばいポケモンですよね。スパークが弱体化したと思いきや、ダメージ、なんだろう、ダメージ量がなんか上がってる気がして、逆に強くなった気はしますね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手が、欲張りですね。まあ、これ一応出しがちなんですけれども、とはいえ結構のしかかりでゴリゴリ押してくるんですよね。それが厄介ですよ。うん。まあ、4発で打てるんでね、まあ、最速勢の1匹なんで、うん、まあ、なかなか厄介ではありますよね。うん。で、まあ、実際相手がのしかかり打ってきて、ただ、のしかかり3発食らっても、やられないんじゃないかな。ギリギリ耐えられると思うので、まあ、一応、まあ、有利は有利だと思うんですよ。うん。で、逆に相手はどうなんだろうな。まあ、負けてるんで、まあ、シールド貼ってこないとは思うんですけれども、うん。とはいえ、やっぱりね、のしかかりでゴリゴリ削ってきて、もう1発、2発撃たれちゃうんでね。うん。まあ、それ考えると、まあ、めんどくさい相手ではありますよね。うん。だけで、まあ、受けていって、で、この後、冷凍パンチを打っていくことになるんですけれども、相手が貼ってこなければ、このまま倒せるかな。どうなんだろう。まあ、張ってこないと思うんですけれども、どうするんだろうな。うん。で、まあ、実際ここで相手が張ってこなくて倒し切ることができて、で、まあ、裏を見ることができるんですけれども、まあ、出てきたのが雪メロコということで、うん。まあ、ちょっと嫌なポケモン出てきましたね。うん。まあ、でも OK でしょう。まあ、相手ゲージ吐かなきゃね、こちらに技打たれちゃうんで、うん。まあ、こちらの冷凍パンチのタイミングで、まあ、相手がね、ゲージ入ってきたんで、まあ、ここにはランタン合わせていって戦うことでなんとかなると思います。で、引き先が、トリデプスということで、まあ、これもあれですね、ぐらいが合わせておけば、まあ、安泰ですね。まあ、一応そんなにめちゃくちゃ有利っていう感じではないんですが、まあ、でも、まあ、相手はシールド貼らないと結構、自利品っていうところがあって、こっちは、なんすかね、なんだ、雪目の子相手にランターンは、ま、有利って言っていいですし、うん、トリデプスにもね、互角ぐらいで戦えるんで、まあ、悪くないかなと思います。まあ、お互いシールド残ってるんですけれども、技の回転の速さでグライガー側がね、トリデプスには有利を取れてるんで、まあ、相手としては、もう雪メロコにシールドを預けてくるっていう動きをしてくると思うんですよ。うん。なので、まあ、それを見越して戦っていくって感じですかね。だけど、まあ、しっかり起点作らせてもらって、で、まあ、これ貼らなければね、飛ぶので、まあ、これ飛ばしていって、で、こちらは、その後ね、ツバメ返しで、シールド剥がしていくって形になると思います。というわけで、ツバメ返し打っていくんですけれども、貼って
るのかな、一応通じ切り警戒で貼ってきてもおかしくないかなと思ってるんですが、どうだろうな、まあ、貼ってほしいですね、こちらとしては。で、貼ってくれたんで、まあ、これであればいけますね。この後もう一発ツバメが間に合えばいいんですけれども、ギリギリどうかな。あ、間に合わなかったですね。ならランタン投げとけばよかったかな。この辺の判断がちょっと甘かったですね。で、まあ、相手が、まあ、シャドーボール打つでしょう、おそらく。まあ、雪なら打ってもしょうがないんでね。今一つなんで、まあ、シャドーボール打ってくると思うので、もう一発目から張ってしまって、で、この後はね、波乗りがね、二発間に合えば勝ちなんで、まあ、いけると思います。相手のシャドーボール二発よりもね、もう波乗り二発の方が、もう早いんで、まあ、相手とはもうシールド張らざるを得ないですし、まあ、この後の波乗りをね、防げすべがないんで、まあ、勝ちは確定ですかね。だけど、まあ、突っ込んでいって、まあ、相手がシャドーボール打ってくるんですが、まあ、耐えられるんでね、まあ、受けるしかないんで受けていくんですけれども、まあ、その後の波乗りで、倒し切ってこちらの勝ちですかね。これどうなんだろうな、この後雪ながら食らってもやられないかな、なので、まあ、まあどちらにしろ間に合ってないですしね、まあ OK だと思います。だけどね、まあこれ波乗り打っていって、まあこの1ペナル耐えないんで勝ちですね。大地さんありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。そうですね。まあ、このパーティーはさっきも言ったんですけれども、まあ、私の中では割と今シーズンこのパーティーでやれば勝てそうだなっていう手応えはありますね。なんだろうな、まあ、無難なパーティーって言っていいのかな、なんかそんな気はしますね。まあ、誰でも追いつきそうなパーティーというか、まあ、結構いそうなパーティーなんですけれども、やっぱりまあ、なんすかね、まあ、チャーリーも強い、ランタン強い。で、まあ、グライガー今シーズンのね、目玉商品ということで、まあ、3匹とももう普通に強いですよね。で、特にちょっと注目したいのが、まあ、グライガー強いのはそうなんですけれども、ランタンですよね。このポケモンが、スパークがね、まあ、弱体化したと思いきや、逆になんか、火力が上がっていて、まあ、そのおかげで、まあ、勝てるタイミングが増えたような気がしないでもないですね。もちろん波乗りをね、今まで5発出ていたのが6発になってしまったっていうのは、まあ、ディスアドバンテージがあるんですけれども、まあ、それを補ってもあまりあるぐらい、もうなんだろうな、スパークがなんか強力になってるんで、なんか弱体化した感じがしないんですよね。で、もちろん耐久力もね、それなりにありますし、まあ、そういった意味で、やっぱりなんか、なんだかんだランタンが強いなって気がしますね。まあ、もちろんね、チャーレムがね、なんだろうな、まあ、普通にね、なんだろう、スーパーリーグとかも、環境では、まあ、一番使われてるって言っていいぐらい、まあ、強いポケモンなんで、まあ、チャーレムが強いっていうのは、まあ、当たり前なんですけれども、まあ、それに加えてね、ぐらいが、まあ、このポケモンもね、まあ、ご存知の通り、技の回転めちゃめちゃ速いですし、耐性もすごく優れてますし、氷技は食らわなければね、まあ、一発でやられることもほとんどないんで、まあ、氷技でもね、一発だったら、相手次第で全然耐えるんで、まあ、そう考えると、まあ、強いポケモン3匹並べてるんでね、まあ、それは強いですよね。なので、まあ、とりあえず困ったらこのパーティー使っておけば、まあ、間違いないんじゃないかなって個人的には思いますね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。では、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。